はい、夏休み3週目の6日目、続きをやっていきましょう。昨日一日でだいぶ物語が進みましたね。恐竜たちがこの町から消えた。いなくなった。寂しいなぁ。やっぱりこの町に恐竜がいないと、成り立たないって言っても過言ではないでしょうね。このオラナツに関しては。もうオラナツじゃなくなるよ。で、博士のタイムマシンも壊れたし、ていうか壊されたし。ということで、しんちゃんを再びこの町に戻すこともできないんですね。本当に物語が終わり、このゲームもエンディングに近づいてきたということだし、今日6日目ということなんで、最終日なのかな。自由に動けるのは本当に今日しかないと思うんですよね。最終日はもういきなり多分ストーリーが出て帰ることになると思うんで、今までの流れだと。なので今日一日悔いのないようにやっていきましょう。まず図鑑埋まるかどうかわからないけど魚図鑑は埋まったけど、虫はまだあと3種類かな。で、目標もまだまだ達成してないやつも多数あるんで、とりあえずできるところまでやっていきましょう。18日目ね。よし。で、今日なんか、よしこお姉さんが登場します。よしこお姉さんだけ？ジローさんずっと来ないよな。今日も最終日だと思うな。あ、明日かな、そしたら7日目の朝なのかな。今日はよしこお姉さんか。どこに、あ、恐竜がいない。寂しい。おい、キャップさんの隣に立ってんじゃないよ。この二人本当に結婚すんだよね。いや、後ろがだいぶ空いてるけど、でも博士は来てくれてるんだ。一人寂しいなのかな。今日サブロ兄ちゃんとヨヨコがなんかイベントがあるって昨日言ってたもんな。お、いきなり何？結婚？今日はヨヨコとサブロ君の結婚パーティー。マジで？ここで？この食堂で？みんな来てるね。すげえな。普段着でのお食事会。割と普段着。言ってるか、もう全員普段着。いいのか。お、博士も来てるよ。しんのすけたちがカスカベへ帰ってしまうから。本当にね、これも最後の最後だよ。その前にやってしまおうという魂胆です。なるほどね。てか何あれ、テーブルに置いてあるのラーメン山盛りラーメン、これなんだろう。博士の顔。そこにやってきたのは悪の博士。なんか落ち込んでんな、まだ。指揮を取り仕切るヒロシとミサエは、あ、友人代表ね。悪の博士にも招待状を出していた。出したんだ。そして来たんだ。愛する恐竜たちとタイムマシンを失って、まあそりゃそうなるよね。悪の博士に、俺だってそうなってるわ。何？ヒロシは笑顔でくじが入った四角い箱を差し出した。素晴らしい笑顔。何くじって。大当たり。マジで全部大当たりじゃないの。博士が当てたのは遊園地、東京ファミリー王国の2名様ご招待チケット。それわざとなんじゃない？博士を喜ばせるためにそうしてるんじゃないの？みんなの心遣い、優しい、思いやり。不意打ちの優しさに驚き、感動する博士。これはいいね、温かいね、みんな。東京ファミリー王国の招待チケットが20枚2枚よ。びっくりした。2枚でしょ、さっき言ってたの。我が輩は今強烈に感動している。しかし、
ファミリー王国といえばデートコースの定番中の定番。デートコース、誰とデートするの。しかもファミリーであり王国。うん、果たしてこんな老いぼれが軽い気持ちでホイホイ行くことが許される場所なのだろうか。いや、行ったらいいじゃん別に。あれほど行きたいって言ってたくせに。なあ、いざとなれば行きたくないとか。大人になってもおにぎり持って母ちゃんと行けば楽しいぞ。おにぎり持って母ちゃんと行く。母ちゃんまだいんのかな。ちょっとそこを気になってたんだよね。かやいや。ん？え？あ、この曲、昨日の夜も流れてた。なんか本当に終わりって感じの曲だよね。こんにちは。こんにちはって今さら。しんのすけくんが今まで書いてきた記事で、うん、博士は実はいい人だと知りました。あ、そうだっけ。そんな博士がいい人だっていう記事書いてたっけ。オラがいい人だなんて、それほどでも。しんちゃんらしいこと言う。あんたじゃないから。博士の素晴らしい発明の数々を、うん、うちの新聞で特集させてくれませんか。おお、それはもっと喜ぶんじゃないのそれ。素晴らしい発明。はい、博士の発明はどれもがみな素晴らしいものばかりです。博士ね、この人要はみんなに褒められたいんじゃないの。みんなに自分の存在気づいてもらいたいっていうことだよね。心が寂しいだけだよね。今までは取材が来ても全て断ってきましたが。いや、断ってないでしょ。ララコが取材しに行ったでしょ。仕方ない。なんだこのツンツンしてる感じ。今回だけは特別に我が輩が許可いたしましょう。上から目線はやめよ今さら。ありがとうございます。うん、これで新聞の部数も売り上げも多分。よしこ姉ちゃんすごいな。ずっとそこ気になってんだよな。新聞の発行部数、売り上げ、契約者数。すごいね、優秀な秘書だね。見つめ合ってにっこり微笑む。もうやめろ、今日は誰のパーティーなんだよ。博士のもあんたらもでもないんだよ。ヨヨコ姉ちゃんとサブロ兄ちゃんだよ。無視され、計画を台無しにされたと思っていた人々に優しくされてチケットももらい、しかも新聞で発明を取り上げてくれると言うではないか。我が輩はなんて幸せ者なんだろう。こうしてパーティーは無事、最後まで滞りなく終わったのでした。いやいや、これがメインじゃないでしょ。いや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 、サブロとヨヨコの結婚パーティーでしょ。全然触れてないじゃん。いや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 、何やってんだこの人たち。本当にね、主役は誰？博士になってるよ。で、若干キャップさんも。お？ここで自由に動ける？でもこれ食べれるかな？食べれないね。調べても何も出るぐらい。じゃあ、まずはヨシコ。え？今日はしんちゃんの私の結婚式じゃないわよ、おい。そうかもしれないけど。そうだけど。そんなはっきり言わなくていいでしょ。ふふ、冗談が好きなのね。キャプったら今日は喜んだり寂しがったり、なんだかややこしいの。いいよキャップの話は。ヨヨコさんのお祝いだから、多分男親としては複雑な心境なのね。ああ、どうなんだろう。新聞社の状況はこんな感じ。ここで仕事モードかよ。440人、新聞が大躍進。うん、大躍進ね。活躍だね、しんちゃん。仕事好きだな。おお、6493。キャップ、違う違う、今日は僕とヨシコくんの結婚式じゃないぞ。知ってるわみんな。今日はどんな記事ができた。またまだないぞ。そう、まだ書いてないんだよ。オッケー、ではしんのすけ記者。はい、じゃあ博士。あ、これはさっきと同じ会話だね。喜んでんじゃないの。そして東京ファミリー王国の招待チケットが20枚じゃねえよ、2枚だよ。なあヒロシ、どうやって博士にくじが当たるようにしたかって。あはは、ズルはしてないぞ。いや、してるでしょ。もう多分全部それなんじゃない。偶然偶然。
じゃあミサエ。あーびっくりした。本当に間違えてチケット20枚入れちゃったのかと思ったわ。あー同じこと言ってんな。どうしようかな。とりあえず日記書こう。これね、これだよこれ。ヨヨコばあちゃんとサブルさんの結婚を祝う、集まりだ。おめでとうございます。本当に結婚するの？これだね。お、博士がもらったのは夢が詰まった2枚のチケット。とっても嬉しそうだった。本当にね、顔出てるもんね。20枚ならもっと嬉しい。記事は2個しかないか。じゃあ今日は、お、シロ？あう、あう。どうしたかな？こっから行くと新聞社になるけど、ゆうこ、お、いたいた。とりあえずみんな話しかけよう。しんちゃん、お祝いしてくれてありがとう。今日は本当に嬉しいわ。いや、二人とも通わなかったんじゃない？サブロとヨヨコ、誰が主役なんだよ、本当に。お姉ちゃん、おめでとう。これだけ？じゃあ、サブロ兄ちゃん。え、今日は何の集まりなのかって？今日は僕とヨヨコちゃんのお祝いだよ。え、何のお祝いかって？あはは、なんだっけ？照れてんじゃないよ。照れてんじゃないよ。あ、向こうにジローさんたちいるな。どうしようかな。あ、でもここまで来たから、一回あっち行こう。ちょっとね、二階に行きたい。そのキャップさんの部屋。実はもう一個、行ける場所があったんだよね。この前行けなかったけど。ドアまだ開いてる。あれ？ドアが開いてる。中へ入れるようですよ。なんかあそこに階段なくない？階段っていうか橋。お、あそこ新聞社に繋がってる？え？行けんの？これはまずキャップさんの部屋で。相変わらずこの布団どうなってんの？畳んでよ。開ける。お、あ、開けれる。あ、なるほどね。そこか。え？これ今まで行けなかったけどさ。こっから来たら行けるようになった。来れたね。誰もいない新聞社。そういうことか。やば。ここまで来ちゃったよ。まあでも、いいや。食堂に、あと、ジローさんたちが、いるし、まだ話しかけてないんだけど、まあ、こっから、ちょっとね、図鑑も埋めつつ、また日が沈む前に戻ろうかな。うん。魚コンプリートで、あ、虫あと2種類か。へぇ。どこにあるんだ、これ。このカマキリ。と、セミね。セミ。お、これ光ってる。光ってる、光ってる。これじゃね？うわ、出てきた。セミここか。いやー、アッソートンネルね。こんなところにクヌギの大木が。なあ、この木に止まってたんだね。よっしゃ。ん？何これ？あ、目標達成。アッソー調査団。すべての階段を通ったよ。この階段っていうのは、あれじゃね？さっき通った新聞社のところ。へぇ。最後の一つ、あそこにあったんだ。大人の階段ね。すべての階段を通ったけれど、覚えてない。確かに。あと、どこに階段？いや、全部で12個でしょ？まあ、いちいちは確かに覚えてないね。ん？ワニガメを10匹も釣り上げた。これも達成したね。これね、チッチゼミ。ほうほう、秋に見られる小さなセミだ。飛ぶのが苦手なんだって。え、そうなんだ。飛べないんだ。で、昆虫博士に近づいた。ミンミンジージーにぎやかだ。これだね。よっしょ。で、これで虫があと、一匹ね。この変な形をしているやつ、一体どこにいるんだよ。勘弁して。早く出てこいよ。目指せ昆虫博士。バッタかな？カマキリじゃなくて？バッタ。
おお、だいぶ達成してるけど、あと魚これしんどいな。アマゴ、オイカワ、ヤマメ。これ今日中に達成できなそうだよこれ。あ、恐竜バトルもあとやんなきゃいけない。うわ、やば。焦ってきたよだんだん。なんかどうしようかな。とりあえずもう一匹の虫を探しつつ、恐竜バトルもちょっと残りのミッションを終わらせようかな。まあ、別に俺が動画カットしてもいいけど。っていうか恐竜バトル今日できんのかな。みんなだって食堂に集まってるよね。え、今日もしかしてもうできなくなっちゃう？今日は誰もいなさそうだな。あれ、マサヤくんもいない。え、マサヤくん、まあ、そうか。そりゃそうか。食堂にいるもんな。だけど、参加します。いける？みんな集まってきた。今日はさ、ヨヨコとサブロ兄ちゃんのは、あれでしょ？パーティーでしょ？それでも来るんだ、みんな。ガチ勢だな。そうだね。あとミッションは残り、なんだっけ、ブラキオンで残り5回勝利。ハートマーク5回勝利。あとなんだっけ、カンダムロボだっけ。うん、そういうのも、まあ、最終日と思うので、多分ね、間違いなく。だから今日中になんとか、これだけはやっときたいなって思ってるんだけど、まあ、別に俺動画はカットしてもいいんだけど、つうわけで、まあ弱いのはちょっとな。強い方でちょっとやっていくわ。行くぜ。よっしゃ。全部クリアしたな。恐竜バトルで。プラキオン10回勝利、ハードマーク10回勝利。いやー、あとカンタムロボね。全部5回ずつ今やってきました。この辺気持ちいいな。あれなんだろうな、すべての看板を調べる。俺、え？見落としてたっけ？あと一個だよな、看板。すべての場所行ったような気がするし、すべての看板も調べたような気がするんだよな。もしかしてもう、なくなってる要素とか、一周目の時にしか調べられない看板だったりして、もしくは二周目の時にしか、調べられないやつ。そんなことある？あと野菜大好きっていうのは、あれかな、熟トマトは、まあ今日回収できたら回収するんだけど、もう一個絶対細人参だよね。まだ引きずってる。全然細人参手に入れたこともない。霧島ストアでも買えない。いや、これはちょっとな。あと上の部分やっぱりまだ白いのがまあまああるんで、まあ、とにかく恐竜バトルはこれで終わりということですね。なあ、寂しいな。じゃあ次に最後もう一匹の虫。あれ何なんだろうな、本当に。絶対捕まえてやるよ。農園来たな。あれ？これさ、ちょっと待って。もう恐竜いなくなってんじゃん。ブラキオンが。これさ、もし半分手伝ってもらうってなったらどうなる？どうなる？押してみようかな。あ、ブラキオンはもういません。寂しいなぁ、なんかね。そんなこと言うなよ。ブラキオン出てこいよ。寂しいな。もういないのに選択肢出てくんなよ。お、この色がちょっと違うな、このトマト。ゲットしてみよう。あ、熟トマトだ。熟トマトになってる。これは、大人参だね。大人参。でも、今日全部ゲットしないと、もう明日帰っちゃうでしょ。大人参のさらに先に何になるのか気になるな。あ、熟トマトも全部回収しちゃった。やば。熟トマトもさらに、先に何になるのか気になるな。
マジか、まあ、とりあえず人参はもう少し熟させようぜ。もう多分回収できないと思うんだけど。へえ。ちょっと日記は多分だいぶ増えてると思う。まずはブラキオンで10回勝ったよ。すごかった。で、ハートマーク10回勝ったよ。頑張った。で、カンタムロボ10回勝ったよ。すごいだろ。すごいな。お、あ、30匹集めたよ。7星テント、いやーすげえ。頑張ったな。お、熟トマト、これはやっぱり初めて収穫したな。真っ赤に熟して美味しそう。よっしゃ、俺も今目標どうなってる。だいぶ黒くなってるな。埋まってるね、いろいろと。あとなんだ、花アブ、あと6匹か。いけるかな。いける。もうアマゴは完全に無理だよね。完全に無理だよ。オイカワもそうだけど、ヤマメもやや難しいな。野菜あと1種類なんだろうな。まあいや、引き続きちょっといろいろと探してみるわ。お、これ光ってる、光ってる。ここにいたのかお前。探したよ結構。おい、ん？枝七不思議。うわ、これは確かに木の枝に似てんな。意外と身近にいるのかも。いねえよ。全然いねえよ。もう最終日なのに初めて出会ったわこれ。よっしゃ、これでバッタの仲間を全部集めた。これでまた一歩昆虫博士に近づいた。ん？得意なジャンプでオリンピックで出れるかな？オリンピック。あー、これ直球でいいんじゃね？お、すべての虫を捕まえた昆虫博士になっちゃった。ついに素晴らしい昆虫博士にの誕生だ。これだよ。すごい。これで図鑑全部埋めたんじゃね？ 32 種類。虫48種類。気持ちいい。頑張ったな。頑張ったな。まあ、一旦はいいや。このゲームの最後にまた振り返りみたいなやつあんのかな？その時にまた言おうかな、感想っていうか。とりあえず図鑑埋まったんで、目標もこれで。あと、花アブ6匹。これは無理だな。無理ゲーじゃねえ、これは。よし、じゃ、とりあえずは図鑑を埋めたので、あとは町の住民に話をかけて。イエーイ！うん。食堂にまず戻ろうかな。どのルートで行こうかな。あっそうからロープウェイ乗って帰ろうか。もう夕方になるよな、もうすぐ。こんにちは。この町から怖い恐竜がいなくなりましたが、ついでに怖くない恐竜もいなくなったんです。うん、まあ恐竜の中にもね、別に怖い恐竜だけじゃないし、優しい恐竜もいたんだよね。怖くない恐竜は観光資源として最高だったのにな。じゃあなんで返したんだよみんなで。あれ、サブローのことについて全然触れてないな。冷たいお兄ちゃんだね。一度つったらもう長男でしょこれは。ちょっと待って、看板ってのはどこなんだよ。もう一個、これはいつも同じことなんだけど。工事現場の看板だったりして。あ、夕方になった。なんか昔さ、ここに設置されてたよね、工事中みたいなやつ。あれだっけ、他にあったっけ。今日銀河さんもいない。あれだね、多分食堂にいるかもしれないね。じゃあ食堂に帰ろうかな。他に、あ、そうかそうか、もっとちゃん話しかけてないな今日。そういえば、こんにちは。昨日日の山食堂さんがいつもよりたくさん食材を仕入れていったけど、あ、もしかすると今日はパーティー？もう終わってるよ。呼ばれてないの？もっとちゃん、もしかすると今日はパーティー？
私も行きたかったな。やっぱり誘われなかった。この店放置していこうかしら。もう終わってるよ。終わってる終わってる。よし、ここに誰だ。おーおーおー、キネちゃん、こんにちは。今日はレディーとして来たのよ。お、もう完食してるじゃん、あのテーブルね。いつの間に、しんちゃんまだ食べてないよ。ゆうこ姉ちゃん、お綺麗ですね。お幸せにって言おうとしたら、今日は本当に綺麗だからびっくりしちゃった。かわいい。レディーとして来たんだね。2回目は同じセリフ。はたさん、今日はいつもと同じ服装でお越しくださいということだったけど、早めに来て覗いてみたら本当にみんないつもと同じ服だったからびっくりしちゃった。これは楽ちんでいいわね。うちの一郎さんはどこかって、あの人は仕事があるから来れないのよ。いや、休んだらいいんじゃん。ていうかさ、あ、やべ、切り替わっちゃった。なんかこういう微妙なところはちょっと直してほしいんだよな。違う違う、だから畑さんじゃなくてカズマくんなんだけど、これね。あ、違う違う、なんでカズマくん喋ってくれないの。よし、今日はジェンドルマンとして来たんだ。ヨヨコ姉ちゃん、お綺麗ですね。お幸せにって言おうとしたら、いつもと同じ格好だからびっくりしちゃった。おいおいおい、綺麗って言ってあげてよ。で、ここには、おーおー、ブーちゃん、今日は天気がいいけど雨降って地固まる。あ、あれ、雨降ってたっけ。いつも晴れなんだけどな。いつも晴れでしょ。ちゃ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 、ブーちゃんじゃない。まあ、おにぎりくん、ここの食堂のご飯美味しいから大好きなんだ。おにぎりじゃないの。いつも昼ぐらいに起きてるのに。あ、本当だね、本当だね。朝はいつもいないね。だから朝の体操来ないのか。そういうことね。今日は朝から起きてるぜ。いいえ。明日からも朝から起きろよ。看板どうなんだ。ヨヨコおばちゃん、これボーナス、あれ集まってんな。しんちゃん、なんか俺らこれにするぞ。なんか持ってたっけ。お、しそ10、ヤマメコ、トマト2、アユ2、青唐辛子10。お伝えちゃんとできたね。えらいね。360円。うん、じゃあヨヨコお姉ちゃんに、お姉ちゃんって言ってるけど、おばあちゃんかな。おばあちゃんだな。うん、じゃあそうだな、これ遠いな。あそこ行くのに 1,2,3 3回時間進行しなきゃいけない。2,3 じゃあとりあえずボーナスもらおう。ありがとうございます。よし、300円。また溜まりそうだけどね。また3810円になった。なんか日記ある？あ、写真ありません。じゃあこれをキャップさんに一旦報告しとこうかな。キャップさん、今日はどんな記事ができた？すごい記事できたよ。見て見て、これは歴史に残る大スクープだ。これはすごい記事できたよ。すごいぞ、しんのすけくん。星さんばっかりだな、これ。すげえ。いや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 、頑張ったよ。あれ？あの、博士の、ファミリー王国って星1だな。まあまあだな。429人。すげえ、さらに金もらった。よし、じゃあもう、あとやることはもう、よろしく。どうしようかな。もうすぐ迎えに来るんだよな。あ、シロ。どうやらシロが迎えに来てくれたよ。じゃあもう今日はあと、まあ夜の冒険ちょっとだけやって終わりだな。今日の晩ご飯どんなん？昼のパーティーも十分豪華だったけど、カレーか。いただきます。何も喋ることがない。ごちそうさまでした。終わったのか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう、お、お、お姉ちゃん、あのさ、明日からお店を手伝おうと思うんだけど。お、
えらいね、ラノコ。でもできる？いいかな。え、どうして？なんか今回いろんなことをやってみたら、それで結果的にみんなが幸せになって、ラナコも元気つけられて、なんかさ、やる気が出たかも。今まで手伝わなくてごめんね、ナサ。ん？ごめん。何？私以前ラナコが店で失敗した時、たくさん怒っちゃって本当にごめん。何この雰囲気、何この姉妹。もうあの直後にも、うわこれは怒りすぎだなと思ってたんだけど、本当にごめん、今まで言えなくて。あれでララコがいろんなことに自信なくしてやらなくなっちゃったから、お姉ちゃん本当に後悔した。私のせいだよね。大公開事例だった感じ違うけど、ん？どういうこと？本当にごめん。え？姉、妹終了。あ、これか。ここで終わるのか。この夏の思い出。ああ、もう、やりきったな。ここのお風呂に入るのも今日で最後だな。もう本当だね。うん、そうだけど、寂しいこと言うなよ。ひまちゃんも悲しんでる。名残惜しいな。しんのすけ、またいつか来ような。夜は外に出ちゃダメよ。これも最後夜の外出だ。ママも行くから、声をかけてね。くえー、くえー、くえー、かけたぞ。なんかいつもと声が違くね。じゃあ今日はミサイに、しんのすけ、明日の朝はもたもたしてると列車の時間に間に合わなくなるからね、頑張ってね。おお、もう歯磨いた？あれ、まだだぞ。そういえば歯ってどこで磨くの？ここか。ここ、あ、歯を磨く。あれ、今までこれあったっけ。あー、これ調べる。あ、なるほど。俺多分ここしか調べれなかった。お風呂は夜の楽しみ。もう入ったけどね。ここで歯を磨くのか。かわいいな。最終日の夜、初めて歯を磨いた。大丈夫、しんちゃん。今まで歯磨いてなかったよね。ごめんね。歯磨きをしたよ。いいね。これ、絵に気になる？これだね。ヨヨコとララコが仲直り。仲直り？別に喧嘩してるわけじゃなかったでしょ。仲良さそうだけどね。人にはいろんなドラマがあるな。ドラマ？いきなりなのでびっくりした。大公開。あ、なるほど。なんだよ。そこかよ。もう、親父ジョックやめてよ。後悔したっていうのは、大公開時代って、うまいこと言うなよ。世界一周の旅へ行く。今日はまだ寝ません。そういえば夏の思い出って、もうほぼ完了してるけど、あとなんだろう。あと一個。すごいな。これって最終日のやつかな？エピソード19。そうだな、夜はじゃあ一応この町の住民たち全員話しかけて終わりにしようかな。しんのすけたちは下で帰っちゃうけど、もう何度も来てるような気がするな。本当に何度も来てるよ。なんでだろう、不思議ですな。リピート率ナンバーワン、リピート率。本当になんでそう思うんだろう、自分でも不思議。本当だからだぞ。じゃ、ジャンプして、向かい側の青山家。ある日、まだ名前もついていない。今日も絵本を読んでるね。一郎さん、こんばんは。恐竜がいなくなったから夜は本当に静かになったな。恐竜が来る前はこんなに静かだったのか。いや、静かだけどね。みんな静かにしてたよ。なんか虫いた？なんだっけ、スズムシね。キネちゃん、
いいところはあるもの。この町にはいろんな人がいるのよ。だからキネが教えてあげるね。それ以来彼女カズマは知ってるよね。知ってるわ。と天然かい。カズマくん、うちのお母さんが糸を作る仕事までやりたくなった理由は、怪獣映画、巨大なガの幼虫が東京タワーに繭を作るシーンを見たからなんだ。かわいいかい。信じられないよね。じゃあ今日は最後ちょっとだけ絵本でも聞こうかな。うん、夏の思い出の一つ。女の子でした。女の子でした。よし、じゃあ次。あれ博士ここにいる。なんでだろう。ん、この犬小屋誰が使ってたんだろう。本当だね、博士なんでここに。あ、違う、白じゃなくて博士なんだけど。あれ、なんで話しかけれないの。あ、いた。昼間の集まりで知ったのだが、誰かと誰かが結婚すると、ああやってパーティーが開かれるのだな。え、知らなかったの。我が輩も結婚したくなった。誰とだよ。今我が輩は古代九州国の女王ヒヒコに興味があるのだ。彼女を現代に連れてきて我が輩と結婚するのはどうだ。無理でしょ。ヒヒコ嫌がるよ。まあでもまたタイムマシーンを直してヒヒコをここに連れてくる可能性もね、なくもないよね、博士なら。いや、なんかそういうのも楽しみだな、もしそういう話の続きがあったらね。じゃあ次はダンシングジローだな。みんな集まってると思う。いた。今出前を頼みたいんだけど、ヨヨコちゃんに。いやいや、自分で伝えろって。もう結婚したでしょ。いいよ。じゃあ黒糖あんかけデコボンラーメン出前をお願いします。うふーい。うふーい。何が気持ちいいねだよ。何が。この辺りはいつもいい風が吹いてるけど、今夜は特にいい感じなんだ。うるせえ。結婚したからなんじゃないの。あれあれ、よしこ姉ちゃんまた来た。もっとちゃん大丈夫。よしこちゃん、どうやら自分の恋愛を二郎さんに相談してただけで、二郎さんに気があるわけじゃなかったの。これで一件落着ね。それでも今日も会話に入れないでしょ。入れてないでしょ。へい、いらっしゃい。買い物になっちゃった。そうだな、別にいらないけど、まあ最後だからチョコビーを一個だけ買おうかな。こりゃ掘り出し物を買ったね。これでいい。いや、いいじゃない、よくない、もう買わない。じゃあまた来てね。はいはい、バイビー。バイビー。じゃあなんだっけ、恐竜カードパックで最後一枚開封しよう。しょうもないやつだった。じゃあよしこ姉ちゃん、ジローさんにいろいろと相談に乗ってもらってったら、なんだか気が晴れちゃった。よし、これでまた明日から頑張るぞ。仕事頑張ってないんじゃない。ずっとね、キャップさんのことをね、覗いてたからね。頑張ってロッカーの陰からキャップを応援するわ。いや、席から応援しろ。自分の席からね。仕事で応援しろ。え、山田モットとヨシコちゃんと、どっちが好きかって、どっちも友達だから比べられないぜ。かわいそう、もっとじゃあ、イエーイ。イエーイじゃないよ。結局どっちも友達なんだ。そうだな、最後に銀河さん。いる？銀河さんいないな。え、今日は中にいたのか。それは知らなかったな。こんばんは。うちの新しいカレーが恐竜だけではなく、人間も食べられることが分かって本当に良かったでござる。今まで誰も食べていないカレーだったの？あ、はは、は、マジで？どうやってこの店経営してきたんだよ。そのようなカレーでござる。ござるー。おう。それで？またのお越しをお待ちしておるぞ。いやー、また来れるかな？ねえ。じゃあ最後に看板見とこう。
あ、集まってんな、スタンプ。しんのすけ殿。チョコ材な。チョコ材な。俺らこれにするぜ。なんだ。人参12、熟トマト7、大人参、赤唐辛子、山桃。じゃあ最後にそうだね、キャプさんに、キャプさんってかもう日記ないよな。うん、じゃあまずヒロシに話しかけよう。毎日飲んでんな、ここで。せっかく恐竜がいなくなって平和になったのに、もう帰らなきゃいけないなんて残念だな。いいか、しんのすけ、人生にはスリルも必要だけど、99% は平穏な時間で十分だ。あ、99% っていうのはほとんどってこと。あ、そうな。あれあれ、ちょっと待って、ちょっと待って。今同じ会話かと思ったら飛ばしちゃった。お風呂の話だね。暖かくて気持ちいい時間ってことだ。あ、そうな。じゃあキャプさん、新聞を作るのは楽しかったかい？うん。それは良かった。はははは。今日は酔っ払ってない？社長やるのは楽しかったですな。社長じゃないぞ。今日はどんな記事が来た？社長だよ。だって、しんちゃんの力でね、太陽系一致の新聞社になったでしょ。ギリギリな記事だな。なんでギリギリだよ。姉妹仲良くなったからさ、褒めてやってよ。48人ね。20円。よし。じゃあもう今日は終わりだね。あ、そっか。あれだね。サブロ兄ちゃんに電話を。最後。なかなか売り上げが伸びないな。そうなの？じゃあ俺は頑張って晩ご飯をたくさん食べるぞ。頑張ってね。そりゃ売り上げとは関係ないけど。サブロ兄ちゃんに、黒糖あんかけデコボラーメン一つ。はい。はい。よし、じゃあ、ひとっぱしり行ってこい。これを見るのも最後か。さてと、そうか、ボーナスね。最後にボーナスもらおう。ありがとうございます。300円。よーし。じゃあ、向こう行ったら、しんちゃんが眠くなったのかな。よし。眠くなってきたようです。寝る時間だね。最後の夜だ。あ、今日もララコ姉ちゃんよかった。大好き。大好きなんだ。僕もだよ。おやすみなさい。よし、それじゃあ3週目の6日目、1日終わりましたね。今日は、一番の出来事は、まあもちろんサブロ兄ちゃんとヨヨコの結婚パーティー。みんなで盛り上がったと思うんだけど、何よりも図鑑を埋めたことで、一番興奮を覚えたな。あれは本当に頑張ったなーって感じする。まあもちろん目標はあとちょっと、まだ達成してないけど、まあよしとしよう。うん。で、今日の動画は多分ね、俺、一本にしてるかもしれない。今まで毎回、一日をね、前編と後編してるけど、まぁ、ちょっと編集してみないとわからないけど、長いかもしれないし、普通かもしれないけど、まぁ、いろいろ、魚釣ったり、虫を探したり、そういう探検のシーンは多分、ほとんどカットしてると思う、今回は。なので、ほぼ、ストーリーだけだな。あとは新種発見した時の内容かな、多分ね。うん、じゃあまた次回最終日ということでよろしくお願いします。